い、開始しました、開始しました。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。2017年8月28日月曜日です。今日はお店にですね、滋賀県から立花さんが、深夜バスに乗ってやってきてくださいました。深夜バスというと僕は水曜どうでしょうのイメージしかなくて自分では乗ったことないんですけど、いまだにやっぱりすごく苦しいらしいですね。だいぶ快適になったなんていう情報を聞いたんですけど、やっぱり苦しいっていうんで、僕はやっぱりちょっとそういうのは無理かな、ただ自分の自転車じゃないな、自動車でねガーッと行った方がいいなと思いました。はい、カメラマンはシャマさんに、贅沢にもシャマさんに撮ってもらってます。おはようございます。今日も、はい、ご来店ありがとうございました。結構ね、たくさんご来店あって、今日もいろいろ対戦とか大変でしたね、中継のやつがすごい長いので、はい、ありがとうございました。アップに耐えられる顔でいよう、アップに。はい、あと何やったかな、今日なんか出来事は、今日の出来事は、今日の回の生放送は完全に神回でした、うん、そうな、あれでしょ、なんだっけ、男同士の対決のやつでしょ。男同士の対決と、あとスミスの風船バトルです。あー、足どうよ。スミスの風船どう思いますか、シャマさん、あれは。いや、あれはスリルあって面白いですよ、めちゃくちゃ。デュエルも面白くなります。怒られませんか、はい、デュエルマスターズ。全然怒られないと思いますよ。何ですか、はい、本当はここに入れようっていう説があったんですよ。アニメに準ずるべきだということで、ここで破裂させるっていう。あのアニメのやつだったんですね。はい、ここに入れるか、服の中に入れるかね。はい、なんで、なになに、いいよ、取って、風船あるよ、そっちにある。うん、まだ今風船やってるみたいです、ね、またやるそうです。はいはい、そういう感じです。はい、そういうことでした。今日はあとレミが髪切ったかな、あと何があるかな。はい、じゃあ、ありがとうございました。また来週、明日から頑張ります。お疲れ様です。ありがとうございます。